あの戦争の最後の兵隊ですよ。終戦を告げられぬまま約30年間任務を遂行し続けた一人の兵士がいた。ジャングルから出ないって言うんです。命令が必要だと言うんです。お前らを救うんだ。連れてけ。おい、教えてほしいんです。何かの役に立ったのか、それとも何の意味もなかったのか。玉砕は一切まかりならん。はい、はい、彼は何を信じ、何と戦い、そしてどう生き抜いたのか。誰のことも忘れない。小野田さん、お願いします。話を聞かせてください。